はい、いつもご視聴ありがとうございます。 EV ジムニチャンネルの鈴木です。ちょっとお知らせがあります。今回ですね、うちのチャンネルメンバーシップを始めることになりました。増やしたいですよ。できたら一緒に汗かける仲間。僕らは汗かいてるのはもうの集団なんで、一緒に活動できる仲間。で、もうねすでにこうゼベックスで団体ね、一丁出来上がりの集団であるから、なかなかそこにいきなり入ってくるの難しいやろなっていうのが分かるんです。分かるだけに、今度はこう、まあ、メンバーシップのね特典とか見てもらったら。わかるんですけど、沢会やりますよとか、焚き火会やりますよとかね、まあ、そんなことも入ってるんですが、まあその情報をお知らせしますよみたいな、そんなんに来ていただいて、でもちろんその試乗とかもできるんですけど、そこでああなんかいろいろおもろいことやってるし、俺も一丁かみしたいなとか思ってもらって、ね、メンバーの人柄とかも見てもらって、活動の雰囲気とか、でそこで仲間になってくれる人を増やしたいなというのがね、もう一つ、あんま表で出てないですけど、隠れた動機として僕らにはあります。まあ、例えばね、焚き火会とかで直接お会いしていろんな話をね、すれば、まあ、お互いね、来てくれる人の方のレベルもこっちも分かる、あこういうレベルの人なんやっていうのも分かるし、そうすれば、何かこっちでね、試乗会やったり、ERK のレースの話とかっていうのも、じゃあこんなんどうですかみたいな。安心して、あこの人なら大丈夫だとかっていうのもね、判断してね、お誘いすることもできるんで、そうすればよりディープね、一般に試乗会どうですかではちょっと怖くて誘えない、案件とかでも、じゃあこんなことやるんやけど乗ってみますみたいな感じで誘ったりとかもできるようになるんで、まあ、できればそういうことも含めてメンバーシップ、そういうこと期待やってみたいなっていう動機のある方はメンバーシップになっていただけた方が、まあ、損はないと思います。正直うち実活動があるんで、はい、そっちに、まあ、最初に言ったみたいに一緒にこう活動できる人を探したいっていう動機もあるんで、その方がいいかなと、はい、お互いに楽しくね、できたら、癖の強いチームなんでね、万人に会うとは正直ね思ってないです。それはもう常々言ってるんですけど、でもうちしかできないことっていうのがあるんですよ。で、やっぱり一緒に活動してるメンバーは、ゼベックスでしか得られない、面白さとか、充実感とかっていうのがあって、それは、そのためにゼベックスに所属してるっていう仲間はたくさんいて、ここまで続いてきてるんで、ぜひね、会う人か、会わない人別に無理に追っかけないんで、どうぞお引き取りくださいって、あっさりしたもんなんで、一度まあ来ていただいて、一緒に、まあ、クロカンでも、EV でもね、一緒に、やってみようかなって思う人は、ぜひメンバーシップから、入っていただいて、ね、こう肌感覚で感じるもんで大事やと僕らは思ってるんで、そういう機会を作っていただければなと思います。お待ちしてます。よろしくお願いします。